こんにちは、のり太郎です。今はまさに卒業シーズンということで、卒業、就職など新たな門出を迎える若者が将来に不安とか希望を抱いているそんな時期かなと思いますが、今回の動画は お孫さんとかですね、親戚などが卒業とか就職などの際のお祝いにコインを贈るとなぜ良いのかというお話をしたいと思います。まあ、コインを贈ることを前提にしてしまってるんですが、まあ、ポイント7つぐらいあるかなと思います。でまずその一つ目からお話ししたいと思います。まず一つ目は、もらったら単純に嬉しいということで、もし自分が、まあ、金や銀でできた現物ですね、そういうものをもらったら、まあ、若い時にもらったら単純に嬉しいかなと思います。でコインは、まあ、古代コインからアンティークコイン、モダンコインまで、まあ、それぞれ違った味わいがありまして、まあ、見た目にも美しいものばかりなので、まあ、贈る相手の好みに合わせて、まあ、いろいろなものが選択肢があるので、まあ、そういった面でも好みのものを合わせてその思いと一緒に届けると、まあ、そういうのをもらったら、あ、考えてくれてるなっていうのが伝わればですね、やっぱり単純に嬉しいかなと思います。でも2つ目に参りますと、まあ、金や銀っていうのは、まあ、縁起が良いというのがあります。金とか銀っていうのはもともとやっぱり貴重な金属なので、古代から高価なものとして扱われてきてます。そのため金とか銀を贈るということは、相手に対する尊敬とか感謝の気持ちを示す方法として、世界中で広く認められています。また金や銀は富や、繁栄っていうのを象徴するものなので、贈られた人が金や銀を、所有するということで豊かさや成功っていうのを願うという意味が込められているとされていますので、やはり縁起がいいものかなと思います。で続いて3番目です。で歴史や地理の勉強になるということで、まあ、もしも高校とか大学の入学のお祝いとかで贈るのでしたら、やっぱりあのアンティークコインとか古代コインっていうのがおすすめかなと思います。特に中世ヨーロッパのコインなどは、王の名前とかコインの表とあと裏の紋章ですね、紋章の意味など、まあ、その時の生きた歴史っていうのがしっかり年代と一緒に刻まれてますので、そこから歴史認識っていうのが、あ、その前後とかですね、その年に何があったかっていうのを広がるのは間違いないですし、古代コインについてはローマ共和国の時代とかローマ帝国時代の銀貨であれば、最高グレードのものでなければまだまだ安いものがありますので、ま、あのおすすめコインは後ほどお知らせしますが、こちらもローマ皇帝の銀貨などはですね、とても勉強になると思いますし、特に若い人であれば感性が強いので、2000年前とかですね、紀元前とかそういったコインが自分のものになるなんて、まさに歴史のロマンっていうのを感じることができると思います。まあ、ロマンっていうもの自体、言葉自体がですね、あのローマのっていう意味で、あのロマンチック、ローマっぽいっていうのがロマンチックっていう意味なので、まあ、まさに歴史のロマンを感じるにはローマの銀貨はいいんじゃないかなと思います。続いて4番目、あの消費、浪費、投資の違いっていうのが分かるということで、まあ、この教育っていうのがですね、まあ、これから社会に出る若者が全員絶対に知っておいた方がいいにもかかわらず、まあ、学校では最近教えるのかもしれないんですが、まあ、いかに大切かっていうのは全く教えてないと思います。まあ、私は少なくとも教わらずに大人になってきてしまって、なんで知らなかったんだと後悔したうちの一人なので、まあ、必要な食費とか生活費、まあ、そういうのが消費になります。まあ、嗜好品とか遊びなどに使うのが浪費で、今回の金貨とか銀貨のような資産
に使うお金っていうのが投資だよということが、まあ、押し付けがましくなくですね、ちょっと聞けと言って聞いても絶対聞かないので、押し付けがましくなくさらっと理解できるように教えることができますし、何回も言うようですが、若いうちにこのことを知っているか知らないかっていうのは、その子の将来の進む道ですねを分けるほどと言っても過言でないくらい大切な教育だと思っていますので、まあ、ここは本当に大きな理由かなと思います。あと5番目、増えるお金は現金よりも価値があるというのは、まあ、今のインフレに突入した時代にぴったりのことかなと思うんですが、まあ、本人というよりも周囲の家族へのアピールにもなると思いますが、なんだ現金じゃないのかと思われる親戚の方がいらっしゃるかもしれないんですが、その時渡す時にはですね、これは増えるお金だよと言って、渡していただきたいなと思います。特に今日本円はやはりインフレで価値が減ってますね。卵が300円になったりとか、90円ものが300円になると、もうそれだけで何倍も日本円の価値が下がってるということなんですけど、まあ、それに気づいている人はあまりいないかなと思ってますし、まあ、長きにわたるデフレっていうのはですね、すでにもう脱却して、やっぱりもう時代が大きく変わってますので、現在進行形でやっぱり現金の価値が下がってますが、金か銀かっていうのは着々と価値が増えています。これは本当に大きな違いなのですが、やっぱり現金が目減りしているという自覚がないので、目を覚ましてもらうという意味で増えるお金だよっていうのは、いい教育になるんじゃないかなと思います。で、6つ目は思い出に残るということで、これ意外と大きいんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういうコインなんかを送る人はほとんどいないと思いますので、今の日本ではですね、このコインを見るたびに思い出してもらえるっていうのはかなり大きなメリットじゃないかなと、まあ、送る側としてのメリットじゃないかなと思います。で、そして現金は使ってしまえばなくなってしまいますので、まあなんかもらったなっていう気はするけど、特に印象に残るかというと、大抵の人は、まあ、もらったその時だけでずっと覚えてるっていう人はほとんどいないんじゃないかなと思います。なので、まあ、自分の存在感を出したいっていう人もそんなにいないと思いますが、せっかく物を送るのに全く印象に残らないのを送るよりは、印象に残るプレゼントっていうのはいいんじゃないかなと思います。そして最後7つ目ですが、まあ、予想されてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、7つ目は送る人の側のメリットで、コイン投資人口が増えるということです。これはコイン投資をしている人みんなにメリットがあるのではないかと思いますが、コインを送ることで自分のコインの価値を高めることができるということで、コインを送るということはプレゼントというよりも立派な投資かなと思います。またもしかしたら送った子がさらに友達をコイン投資に引き込んでくれるかもしれません。ですので、送る側にも、まあ、送られた側にもお互いにメリットがあるっていう面で、非常にメリットがあるんじゃないかなと思います。で、最後に送るのは分かったけどどんなコインがいいのかということで、いくつか理由も添えておすすめのコインを発表したいと思います。まずモダンコイン、まあ、今の最近のモダンコインとアンティークコインと古い古代コインとでちょっと分けてお話ししたいと思いますが、まずモダンコインでは地金型コインのメープルリーフとかカンガルーウィーンとかの金貨とか銀貨ですね。こちらは予算的には1オンス銀貨なら3,000〜4,000円、まあ4,000円ぐらいで、まあ、楽天とかでですね手軽に買うことができます。そして、金貨についても 1g っていうのもあるんですけど、さすがにちょっと小さいですが、まあ19,000円台ぐらいであるんですけど、4分の1オンスぐらいだと、まあ
10円玉とか100円玉ぐらいの大きさあるので、それぐらいだと8万9千円台だったりします。でこちらは、まあ、金とか銀の地金の価格と連動しますし、あとは日本円の為替レートとも連動しているので、それをちょっと自分で調べるっていうことでこの価値が分かるよっていうのを教えるだけで経済の勉強にはもってこいかなと思いますし、まあ、楽天とかで検索すると簡単に相場も分かりますので、あとは換金性も良いので、まあ、プレゼントにはいいんじゃないかなと思います。そして歴史のところで言うとですね、カナダのコインの裏にエリザベス女王の肖像があるっていうのは何でっていうことなどですね、歴史の勉強にもなりますし、今は銀が特にですね、金と比較して歴史的に過小評価されてますので、銀貨はまあ今安いと思うんですけど、実はおすすめなんじゃないかなと思います。で銀貨は私もおすすめしてるんですが、まあ、世界三大投資家と言われているジム・ロジャースさんも、YouTube のですねピポット公式チャンネルさんの番組でこのようにおすすめされてました。私も持ってますよっていう感じで、まあこの銀貨のことだけを進めてるわけではないんですが、まあ、これからの日本の行く末とかですね、そういうどういうものに投資すればよいかなど、とてもためになる動画でしたので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方は、この YouTube を見終わった後に見てみてください。で、続いてのおすすめコインですけど、やはりイギリスの王立造幣局ロイヤルミントで発行された贈答用のプルーフの1オンス銀貨がいいんじゃないかな。まあ、ブリタニアシリーズなんかは毎年発行されてますし、まあ、予算だいたい2万円程度と、まあ、しっかりした金額になってますが、まあ、新品の場合はですね、こう箱に入っていてやっぱり見た目がかなりいいので、まあ、贈答用ですし、なかなかおすすめかなと思います。こちらは先ほどの地金と違いまして、オークション市場で価格が決まるので勉強にはもってこいですし、ウナとライオンとかですね、スリーグレイセスゴシッククラウンなどの銀貨は、まあ、やっぱり下がったとはいえ未だに高額で取引されてますので、まあ爆上がりする銀貨っていうのは今後はそうそうないのかもしれないですけど、それなりに上がるものも多いんじゃないかなと思います。ただ少し残念なのが、昨年エリザベス女王が亡くなりまして、チャールズ3世の肖像に変わってからはですね、なんかだいぶあからさまに人気がなくなってしまったので少し残念なんですが、まあ、逆に今なら去年のエリザベス女王のものが駆け込みで手に入るので、まあ、そちらを購入するというのも良いかなと思います。でイギリスの王立造幣局のロイヤルミントでの買い方っていうのは私の過去動画で解説してますので概要欄に貼っておきます。ただロイヤルミントのホームページが当初とちょっと違ってますが、まあ、大体一緒なので、今あと Google Chrome で開けば日本語に翻訳してくれますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、次は100年以上前のアンティークコインのおすすめというものですが、ま、贈答用で手軽に買えるものっていうのでおすすめなのは、だいたい1900年の初期の頃の銀貨がいいんじゃないかなと思います。特にジョージ6世とかですね、まあ、ジョージ5世もそうですけど、クラウン銀貨とかハーフクラウン銀貨などは、まあ、ジョージ6世の場合はですね、あんまり注目されてないのでかなり安く買うことができます。でこれ裸コインなんですけど2万3000円ぐらいで買えます。でクラウン銀貨は高くてもハーフクラウン銀貨であれば、この半分の大きさのハーフクラウンっていうのもあるんですが、まだいい銀貨、もうちょっと昔の1800年代のものでも安く買えます。でジョージ3世のクラウン銀貨なんてもうちょっと高くて買えないんですけど、
ハーフクラウン銀貨になるとプルフ66、MS66 っていうかなり高グレード、多分最高グレードじゃないかなと思うんですけど、でもハーフクラウンになると、まあプレゼントにはちょっと高いんですけど、日本円で43万8千円ぐらいで買えます。で、非常に人気の高いジョージ4世のものでも、これは最高鑑定なんですけど、最高鑑定のものが69万4千円なので、まあまだ安いんですが、まあ、これもちょっとプレゼントには高すぎるかもしれないですね。まあただ学資保険の代わりと、まあ、そういったもので子供用に、買って20年寝かすと相当な、まあ、その時のインフレにも耐えて、学費の足しにはなるかなと思うぐらいのちょうどいい金額かなとは思います。続いて古代コインですが、古代コインのうち発行枚数の比較的多いものなどではまだ安いものが結構あったりします。でよくあるのがというか、古代コインでよく出てくるのがアテナのテトラドラクマ銀貨なんですが、これもグレード高いとちょっと高くなるんですけど、 XF グレードっていうのが狙い目かなと思いまして、 XF グレードとなると見た目がちょっとまああまり良くないものもあるんですが、まあ、少し選んで良さそうなものを選んでも400ドル台ぐらいで落札できるものがまだあります。これぐらいであれば落札額が456ドルなので6万9000円ぐらいで買えます。でアレクサンダー3世のテトラドラクマ銀貨なんかも XF グレードであれば400ドル台で落札できるものがありまして、例えばこれであれば6万7000円ぐらいで買えます。まあこれ表面も裏面も非常に綺麗ですし、テトラドラクマって結構実際に見ると大きい銀貨なので見栄えもありますし、まあ、アテナのテトラドラクマは後ろがフクロウでかなり可愛いので、女子高生とか女子大生に非常に人気になるんじゃないかなと個人的には思います。あとは古代ローマ帝国のデナリウス銀貨っていうのは、さすがにユリウス・カエサルとかですね、ブルータスとか、まあ、その辺になるとかなり高額になってしまうんですが、狙い目としては御検定として有名なネルヴァとかトラヤヌス、ハドリアヌス、アントニウス・ピウスとかマルクス・アウレリウスとかですね、こういった御検定、非常に有名なローマ帝国が非常に栄えている時の皇帝なんかは発行枚数も多かったりするものもあるんですが、それぞれ、まあ、先ほどもお話したような XF グレードぐらいであれば、まあ、こういった例えばネルヴァは、落札額が384ドルなので5万8000円程度で買えますし、こちらのトライアヌステイのものは AU グレードとかちょっと上のグレードでも落札額が480ドルなので7万3000円程度で買えます。とハドリアヌステイなんかはかなりちょっと枚数少ないんですけど、 AU グレードでも落札額が288ドルになるので4万3000円ということで、その他の工程でもですね、状態が良くてこのようにお得なコインっていうのがかなりありますので、まあ、見た目少し小さめなんですけど、ただしっかりどの工程かっていうのも分かりますし、何せ2000年前のものがこんな値段で買えるっていうのがちょっと私の個人的には驚きなんですけど、まあ、こういったものを送られると、まあ、現金4万3000円安いか高いかはちょっと置いといてですね、まあ、これはどんどん増えると思えば安い投資にはなるかなと思いますので、おすすめかなと思います。ということで今回のポイントをまとめますと、お孫さんとか親戚などが卒業とか就職などの際のお祝いに
コインを送るとなぜ良いのかというポイント7つ挙げました。まとめますとこちらですね。もらったら単純に嬉しい、金や銀は縁起が良い、歴史の勉強になる、消費、浪費、投資の違いが分かる、増えるお金は現金よりも価値がある、思い出に残る、コイン投資人口が増えるということで、あと最後に私の独断と偏見で選んだおすすめコインをご紹介しました。特に10代とか20代でこういった価値のある投資商品っていうのを実際に手に入れることができるっていうのは、将来のお金の不安に対する一つの答えが得られるわけなので、精神的に、非常に良い方向に働くんじゃないかなと思います。あんまり高すぎると今度盗まれたり、なんかちょっとそういうの怖いですけども、これぐらいの金額のものであれば、知るっていう、入門にはもってこいじゃないかなと思います。ということで、ぜひプレゼントに検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回のお話は以上になります。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me meant to be in the great outdoors.